今急にこっちに来たんでびっくりして周りにチェックしたんですけど、ちょんまげちゃん誰もいないですよね。ちょんまげちゃんもなんだっけ、丸尾もびっくりしました。でね、まだねこんなに残ってるんで、この動画を撮り終わったら早速チュールあげます。明日も仕事なんでね。ね、ゆきたん、ここで待ってるってことはチュールアピールですからね。あ、かわいい。はい、ピンボケになってる。よし、乗った。大丈夫だ。警戒してんだ、やっぱり。ほんと警戒心強いっすよね。おててかわいい。ん？いないよ。これ、あ、来た。アピールタイムが来ました。タバコ吸い終わったんでこれからチュールあげます。今チュール準備しました。おいで、おいで。うう、大丈夫だ。カリ全部食べてほしいな。でね、ちょっと今日ね、エイムさんちょっと少なめにしてあげたんですよ、食べやすくするために。なんで次あげるときはもしまだ請求じゃない、要求してきたらエイムさんじだけにしてあげようと思ってます。エイムさんじだけだとね、みんな食べないんだよね。食いしん坊のサビちゃんまで誰もいねえから、食っとけ食っとけ。確かにうざいか、ごめんな、ごめんね、ごめんね。腰もねあんまり変わんないんですよね。針治療行くことにしました。ん、いにい、いにゃいのだ。まだポケットにねチュールがあるんで、エイム30追加してあげまーす。